うん、結構席空いてるっぽいんだけど、これでど真ん中の席に座るのか。これか。でけえ。ちょっと待って、このサイズの人形、投げつけられたの。ちょっと痛くないか。普通にちょっと痛いぞ、これは。結構な衝撃を食らったでしょうね。椅子の上に何かある。なんというか、この感じの可愛らしい服装の小さい女の子で、かつでかいリボンをつけてると、もう大体アリスっていう名前が出てくるよな。俺はカントリーロールを手に入れた。あ、でもテンションはついてんな。架空のキャラクターかな？なんかこのアイコニックな感じだと大体、あれだよな、不思議の国のアイリスをモチーフにしてる感じになるんだけど。アイリスが言っていた人形。なんて名前なんだろうな。まあなんか、ママ関連ではありそうだよな、メリッサが持ってたってなると。後で届けてやるか。忘れないように手帳にメモしておこう。メモに残ってんの？何も書いてないじゃないか。さすがにそういうわけではないのか。OK。まあとりあえず人形のことだけいいかな。中央に座って。ん？こうか。俺は中央のテーブルに座った。どっしりと。コートぐらい塗ればいいのに。一人で食事をするのはいつものことだが。こんなに早い晩飯は久しぶりだ。普段は夜遅いのか。お待たせ。リブロースのガーリックステーキだよ。前菜とかは特にない感じでドンとメインから来るんだな。ハッシュポテトとサニーサイドアップ沿いのご注文だったね。おー、なかなか良さげじゃない？今日のリブはタイムとオリーブオイルに漬け込んでからガーリックでカリッと焼き上げてるから香ばしいよ。いいね。おお、うまそうな匂いがしてるっていう感じの顔してんね。どうぞごゆっくり。ロードはテーブルにディナーを置いて出ていった。まあよそめの夕食っていうとな、外食で豪華なもん食べたりっていうのもあんまりないだろうから、ちょっと久々なゆっくりとした食事って感じになるのかな、カイロックさんからすれば。まあもしかしたら刑事を辞めてから3年間のんびりとゆったりと食事してたかもしれないけど。皿の中に美味しそうな料理が盛られている。うまそうな匂いだ。パクパク。お、早いな。うまかった。食事は済んだかい？ん？おう、ローザさん。空いた皿を下げさせてもらうね。おや、綺麗に食べてるね。ソースまでペロリだ。ああ、うまかった。ああ、めっちゃいい笑顔。これまでで一番の笑顔だな。飯食って美味しいって幸せな顔になれるっていうのはいいことだよな。そりゃよかった。このデザートはマスターからのサービスだ。あんたに荷物の件で迷惑かけちまったお詫びだってさ。なんだろうな。お、これは？なんだろうな。ちょっとパッと見でわかんねえ。ふわふわしっとりの、あー、シフォンケーキか。なるほどね。横にクリーム添えって感じね。はあ。どうぞごゆっくり。ロードはテーブルにデザートを置いて出ていった。紅茶のシフォンケーキか。なかなか美味しそうだね。てか意外と洒落たもん出すんだな。うん。ハイドさん。お、サマーだ。お食事中にすみません。ちょっとよろしいですか？なんだ？実は交換していただいた荷物のことなんですが。なんか、怖いぞ。もしかして、あなたが受け取った段ボールの箱の中に、あのノートの他に何か入っていたのではと思って。何かって？箱の中に残っていませんでしたか？小さいものなんです。何が入っていたんだ？こういうトラブルになるからな、荷物の間違いっていうのは嫌だよな。箱の中に落ちていたかもしれません。あのノートの間に挟んであったはずで。あのノートには何が書いてあったんだ？はい、じゃあさ、もう一度あの箱の、もう一度箱の中を調べてもらえませんか？まあ、本当に何かあったのかもしれないし、それがなくて困ってるのかもしれないけど、そう言い出されるとこちらとしては困るんだよな、結構。そんなこと言われましてもなかったと思いますけどね、みたいな感じになって。で、向こうからしたら慌ててたらな、疑われるだけだし。しおりです。しおりね。
あんなキャンパスノートみたいな感じのものにしおりをつけているのか？単純に他のもので使うようなしおりだったのかな？あのノートには何か書いてあったんだ？ん？ノートの表紙には秘密の言葉というタイトルがあった。小説の原稿か？ハヤさん、あなた、あのノート読んだんですか？表紙に書いてあったとしか聞いてないし、何が書いてあったと聞いてんだから読んでないでしょうが。俺も読みたかったけどな、ハヤさん読まなかったんだよな。表紙を見ただけって言うてるでしょ？中は見てないよ。そうですか？なら結構です。てか質問に答えてくれよ。怪しいな。でも普通に小説のアイデアとかなんじゃないのかな。素直にそう言えばいいと思うんだけどな。そうじゃないのかもしれないな。しおりね。天使の絵がついている小さなしおり。天使の絵？ええ。ブルーのしおりでリボンがついています。ではしおりのことお願いしますね。失礼します。だからこういう時はちゃんと箱ごと渡しておかないと。なんで間違えられた荷物の箱を、なあ、カイルさんのところに置いてあるんだろうな。忘れないように後で手帳にメモでもしておくか。あ、それか、これプレイヤー向けにちゃんと次やることとして手帳を活用しろよってことだったのかもしれないね。今度は誰だ？カイルさん、やけに人から話しかけられまくるな。あ、ロードさんか。どうだった、デザートは。最高だ。噛み締めてるね、この幸せは。久しぶりにうまい晩飯だった。そりゃよかった。ところでさ、今の人は211号室のサマーさんだろう？ああ。何してる人なんだろうね。普通に小説家らしいでいいんじゃないか？聞いた話だしな。え？小説家だって？ああ、結構有名だとか自分では言ってた。そうか、マーティン様。いやだよ、私と来たら気がつかなかったなんて。何言ってるんだ？いや、で、同じ名前だってことは分かっていたけど。まさかあの人が本当にそうだったなんて。有名な人なのかな？カイルは知らなかったけど。テーブルを片付けてって話をそらすのはどうかな？いやでもな、ここで突っ込むとまた、あ、私言ったらいけないことを言ってしまったわ。聞かなかったことにしてちょうだいみたいな感じで、またダイニングにチクられるんじゃないか。だから似た流れを結構想像しちゃうからな、ドキッとするんだよな。あの人が本物のマーティン様だって。私ファンなんだよ、あの人の小説の。うん。あ、それは結構女性にも人気あるんですよみたいなこと言ってたっけ？そういうことなのかな。だのに、あの人が本物のサマー先生だとは気づかずに、ただの同姓同名のお客だと思い込んでいたなんて。マーティン様はね、なかなか同姓同名でいないタイプの名前だと思うんだけどな。でもまあ、まさか有名人が来るとはって感じだったんだろうな。小説家だと顔もあんまり知られてないだろうし。いやだよ、なんで閉じちゃったんだろう。サマーのファンね。まあね、ものすごくって言うわけじゃないんだけど、好きだね、あの人の本。どんな作家なんだ？サマー先生は10年前に大手出版社の懸賞小説でデビューした作家だよ。いきなり大賞を取った期待の新人でね。いきなり大賞はすごいな。秘密の言葉ってタイトルの本で、これは気になるワードだな。衝撃のデビュー作。って聞いたら中身を教えてくれるか？まあ、どっちにしても中身は聞けるかな。秘密の言葉って？ああ、それがデビュー作のタイトルで。サマーのあのノートの表紙にあった題名。面白い小説なんだよ。どんな内容だ？でも小説だったらな、あの薄っぺらいノートに全部収まるようなものじゃないだろうし。題名が同じだけなのかな？そうだ。どうした？絶対サインもらっておかなくっちゃ。朝一とかでも良さそうだけど、夜のうちにもらうのかな。お、こっち切り込んでいくか。あんたと同じ名前？半年くらい前。半年前ね。いや、覚えはないね。カイロハイドって名前の客のことなんて覚えてないよ。そうか。はぐらかされているのかどうか。まあ、この辺はな、ローザ知ってたら嫌な反応するだろうからな。本当に知らないのかもしれないね。秘密の言葉ってどんな小説？親友から裏切られた男は完全犯罪で復讐を果たすって話なんだけど。親友から裏切られたね。なんかどっかで聞いたことがある感じだが。
人の心の夢を描いたハードな内容で胸に響く内容話なんだよね。親友に復讐か。あんたと話してる暇はなかったんだ。結構ガッツリ話してたけど。前もそんなこと言ってたな。まあ確かにな、従業員として暇はないんだろうけど、ついついおしゃべりしちゃいたくなるんだろうな。ロードさん、なるほどね。興味深い話が聞けましたが、さてと、だいたいいい感じに時間が経ってきたな。でここ出たらまた話進みそうだし、ちょっとセーブしてくれとくか。はい、それではウィッシュルーム天使の部屋の続きをやっていきましょう。レストランで久々にいい食事が取れたといったところからですね。お、ミラだ。なんか久しぶりな感じがするな。ミラだ。何をしているんだ？何をしている？これルイスがまたなんかちょっかいを出しているんじゃないのか？何かお困りですか、お嬢さん。だからさ、あんたの気持ちは嬉しいって。ローザのおばさんだってそう思ってるんだけど、今ローザは本当に忙しいんだよ。参ったな、そんな顔されてもな。ローザに用事か。なあ、ローザの部屋に戻って待ってろよ。うん。このコクリっていうのは可愛いな。一体何事だい？ミラは何か話したか？何も。ええ、うなだれてんな。やっぱり話せないか。なんで黙ってるんだろうな。全く記憶にないんだけど。でもそれを、あれ、全くわからない状態で楽しめるっていうのも、この久しぶりプレイの醍醐味ではあるな。あの子話せないのか話さないのか、よくわかんねえな。ああ。でも可愛いんだよな。確かになんか、えらい綺麗な姿してるし、いいところのお嬢様っていう感じなのかな。ん？ただものではないオーラは感じるけど。なんか廊下の突き当たりに、こう立ってるとちょっと怖いな。何を見てるんだ？壁にかかった絵かな？こっちじゃないか。何をしてるんだろうな。気配が薄いからちょっと怖いよな。ちょっとふと気づいたらわって声出しちゃいそうだもん。この子がこんな感じで立ってたら。驚いてる。うむ。どこがいいんだこの絵の。絵は嫌いじゃないが、絵の良し悪しは俺にはわからん。ここにいたのかい？後ろから声がした。お、来たか。ミラどうしたんだ？流し目。あんたが私の仕事を手伝ってくれようって気持ちは嬉しいけど、本当に手伝ってもらうことはないんだよ。ほら、私はいつも一人で何でもやってるだろ？だからさ、まあ手伝ってもらうことも苦手なんだけどね。うん。人手が足らないし、防衛は役に立たないけれど、そんな無理して手伝うことはないよっていう感じなんだな。まあもしかしたら、ルイスが役に立たねえって言って、愚痴ってるのを聞いて、なんか手伝った方がいいかなって思ってるのかもしれないけど。そういうのは特に大丈夫らしいね。部屋に戻ったって、とりあえずこっちの方ではないんだよな。飯食った後何するんだったっけ？記憶が怪しいが。お、階段から誰か降りてきた。お、あなたは、ヘレンさん。おや、ハイドさん。もう食事は済んだのかい？ああ。美味しかったかい？レストランの食事は。この人ももう食べたんかな？あのガッツリとしたガーリックステーキ。ペロリといける感じなのかな？そうかい、それはよかった。ところで、ハイドさん。ちょっとお願いがあるんだけれど、聞いてくれるかね？なんだ？手間をかけるけど、私をレストランまで連れて行ってくれないかね？近頃、目と足元が少し頼りなくなってきてね。迷うようなものでもないし、階段とかがあるわけでもないけど、どういう気の吹き回しなのか気になるところだな。自分で行けよ。まあ、本音はこれなんだけど。まあ、とりあえず、お願いされてエスコートするぐらいはいいんだけど、階段を一人で降りてきた感じだからな。まあ、それも結構大変だったんかな。このホテルにエレベーターとかないだろうしな。まあ、もしかしたらエレベーター自体はあるのかもしれないけど。わお、お隣に。こんな壁ギリギリを歩かせるみたいな。お年寄りを持っといたわれよ。
なんていうか従業員用とかがあるだけで、客が使える楽々エレベーターみたいなのはなさそうだよな。着いたぜ。レストランはここだ。ありがとう。もう大丈夫だよ。助かったよ、ハイドさん。ありがとう。あんた優しい人だね。俺はそんな男じゃない。気まぐれであんたに付き合っただけだ。そうかい？それでもいいんだよ。年を取るとちょっとした人の優しさが身に染みてね。嬉しかったよ。そんなもんか。ハイドさん、もしよかったら、今夜この年寄りにもう一度だけ付き合ってくれないかい？もう一度付き合う？あんたとなら久しぶりに美味しいお酒を飲めそうだ。バーでの約束ってことか。よかったら一杯おごらせておくれよ。どうかね。あーどうだろうな。これ確実に分岐するよな。一人で飲みたいってやれば、違うかな。一人で飲みたいって言っても、とかじゃあ私も同じ時間ぐらいに勝手に行くからみたいな感じで、結局お話したり会ったりはするのかな。まあその辺で変わらないんだったら、おごってくれって素直に言っといた方がいいんじゃないか。じゃあ一杯おごってもらおうか。素直でいいね。レストランの隣にセブンスターズというバーがある。そこでいいか。まあレストランの外から出られないだろうし、なんかレストランの周り何もなさそうだったしな。レストランというかこのホテルの周り。一杯飲むんだったらもうそこしかないでしょ。ヘレンはレストランの中へ入っていった。とかご飯はこれからか。まあ何にしてもバーが開くのはまだ先でしょうから。お、誰か来た。ハイドの旦那。この呼び方ということはルイスか？後ろから声がした。どうしたんだよ、また飯か？まあ確かにな、一回出て行ったのにまた来たらそうなるわな。人を送ってきたんだ。なんだよ、それ。212号室のヘレンというばあさんに頼まれて、レストランまで手を引いてやった。見かけによらず優しいことするんだな。うんじゃないだろ、そんなの。本当はお前の仕事だ。まあ確か言われてみればな。それは失礼、どうもありがとうよ。ところでさ、ハイドの旦那。何かの、あれかい。レストランでちょっと拾い物してさ。旦那が座ってたテーブルの下に落ちてた。なんだろう、万年筆？ハイドさんそんなの使ってたっけ？メモ用に使ってたっけか？俺はルイスから万年筆を受け取った。俺のものじゃない。うん。なんか普通に安いボールペンとか使ってそうなイメージがあるな、なんとなく。そうなのか、てっきりあんたのだと思ってたけど。困ったな、誰のだろう。ん？よく見ろ、万年筆のボディに名前が彫り込んである。そういやそうだな。おい、覗き込んでる仕草細かいな。でも使い込まれて、彫り文字のインクがなくなってるから、よく読めないぜ。ああ。ルイス、ちょっと来ておくれ。ローザさんか？呼ばれちまった。ちょっと行ってくるぜ。まあ、もともとタデでさえ忙しいからな。こんな会話してる暇も意外とないのかもしれないな。なんだかんだ結構泊まり客いるからな。この万年筆の彫り文字を読むには？ん？読むには？読むには何なんだい？暗いところでどうにかするとか？なんか道具がいるか？それともなんか手持ちの道具でできるか？あ、それとも、あれか？もしかして秘密兵器を使うか？秘密兵器は持ってってないんだよな、確か。結局段ボール置きっぱなしだ。確かこちらが、あれ？こっちがこっちだったりか。でもちょっと待って。そういえばこの中にしおりないかっていう話もしなかったっけ？調べられないのですけど。こっちが届いた方だったか。ああ、シール剥がしとかだったっけ、持ってきたのって。でもこれじゃ見られなくないか。アンディ・ミシン。うん。この二つのどちらかでは万年筆の文字は読めないよな。アイロンを使おうとかそういう話？てか、スタッフオンリーなのに普通に鍵開いてんだよな、ここ。先代じゃないよな。かすれて読めないんだもんな。なんかいかにも万年筆をこれどうにかしてやりましょうみたいな感じに見えるのだが。でもそうではなさそうなんだよな。なので、とりあえず、あの子に会いに行きたいんだけど、200、
あれ ?219 でいいんだっけ ?217 が今使われてないんだよな。返事はない。てか、メリサどこ行ったんだ210にも使ってないんだったっけ誰もいない。どうしたらいいんだちょっと困っているのですが。向かいはアイリスだったよな。ノックして出てくるかな返事はない。待ってくれ、今誰もいねえのか。困ったな。もう一回うろちょろして誰か探すか。ちょっとローザでも探してみる?あ、いた。ん?ローザじゃねえ。ルイスだったか。目なぐじ叩いてるとローザのばあさんに怒られちまう。用があるなら後にしてくれ。ダメでした。あ、ローザもいるやん。もうまあ、ルイスが忙しいんだったらローザはもっと忙しいわな。ダメだな。この二人に話を聞くというわけにもいかないか。バー行ってみる?いや、8時からって言ってたよな、確か。まだ開いてないんじゃないか?ドアは開かない。ね。レストラン行ってみる?エレンがお話ししてる?食事は済ませたのか?まだだよ。あー、関係ないか。この万年筆の文字を読むには、って言って終わったんだよな。万年筆の文字を読む方法さえあればいいんだろう?そんなもんあるか?なんかインクで満たせばいいってことか?ここは?配電室。この辺いじるわけにもいかないしな。でもなんで配電盤の蓋外されてんだろう。危なすぎると思うんですが。たくさんのスイッチ取ればがついている。まあ、このホテルの人間でもないから、何をしたらいいかとか、見てどこがどうなるかとか、あんまりわかんないだろうしな。どっかはもう関係ない。万年筆。そう、よくわからん。もう押し付けやがってこいつ。小麦粉。小麦粉?まさかこれを利用しろとか言うわけじゃないよな。この小麦粉を当てることができれば。小麦粉だ。そうか。この小麦粉を、マジで?合ってんの?小麦粉を指につけて。うそーん。それはちょっと難しすぎないか。カイロハイドさん。俺が名探偵でなければ、今頃この事件は迷宮入りしているところでしたよ。ん?あ、これもしかして、マイクで風か?ダメか?これ、ちょこちょこじゃ反応しないんだったっけか?塗りが足らないのか?このままでは彫り文字が読めない。と言われましても。ん?お、やったか。塗り込みが甘かったのか。ちょっとドットが余ってたってことか。お、てかタッチで できるんだな、これ。なんか出てきた。これいいのか。うわぁ、結構出てきたぞ。To Alan with love。アランへ愛を込めて。アラン?アランなんていたっけ?ルイスに聞いてみるか。ちょうど目の前にいるしな。え?あれ?おい、どこ行った?急にいなくなりやがったです。全く困ったタイミングでいなくなるね。今忙しいんだよ。いや、でもよかった。小麦粉ね。これはわからねえわ。まあ、彫り文字だからな。溝に何かを埋めるという発想自体はできて当然なのかな。